東北万国社3代目としての会社経営の信念をお聞かせください。社員とともに日々学びチャレンジしながらコーヒーの魅力をたくさんの方に伝えてまいりたいと思っております。自家焙煎コーヒーなどの卸や販売を手掛ける山形市の東北万国社。コーヒーでより多くの人を笑顔にしたいと社員一丸で新たなチャレンジを続けています。万国コーヒーの愛称で知られる東北万国社は1960年に山形市七日町で創業。喫茶店やホテルなどにコーヒー豆を販売するほか、ソフトクリームの卸なども手掛けています。6年前に社長に就任した中村さんには大切にしていることがありました。先入観にとらわれずにたくさんのトライアンドエラーをしていくことです。その一つが2020年に開設した自社のオンラインストア。新型コロナウイルスの影響で会社が大きな打撃を受ける中、新たな販路を開拓したのです。社員からの提案があり、新たなチャレンジの形ができまして、社員の成長を感じました。オンラインストアの目玉が県内外のウイスキーメーカーと協力したバレルエイジドコーヒー。樽で寝かせることでコーヒー豆にウイスキーの香りをつけた商品です。1週間で100件以上もの注文があり、大きな手応えを感じました。他にもモンテディオ山形のスタジアムグルメなどに出店し、オリジナルのコーヒーを販売するなど、新たなファン獲得に力を注いでいます。今後の夢をお聞かせください。私たちが直接外に出てコーヒーの魅力をお伝えし、お客様と地域を明るく笑顔にしていきたいと思います。